今までお話をさせてもらう中で、陸王の峰に思う、共に生き、共に栄えるというふうな今日の私の、テーマは、こういった話の中に、皆さんご理解がいただけるのではなかろうかなというふうに思うところでございますが、実はこれがですね、また信仰ということにもつながってくるんです。ちょっと書かせてもらいます。まあ、信仰、ちょっと横に書かせてもらいました。信仰。これもですね、まあ、要するに信仰とは何かって、もう極論になってくるわけですね。それぞれ皆さんの考え方が違うかもしれません。実は、この信と公の字を先ほどと同様にですね、それぞれ文字でこれ見たことがあるっていう方はおられますか？なかなかないですよね。まあ、この信仰の公文字をちょっと話をさせてもらうと、公文字というのは仰ぐですから、まあ高みを見るとか、高いところにある、高みを目指すとか、そういった意味になるわけですね。問題はですね、この信文字の部分です。この信文字をやはり辞書を調べますと、どのようにこれが説明されているかと申しますと、どうしても私たちは信じることとか、そういうふうに、捉えがちだと思うんですけども、これを見ますとですね、信の字を調べてみますと、約束を通すことって書いてあるんです。信の字の意味合いが約束を通すということから考えますと、信じてもらえるためにの行いという意味合いで取るべきなんだろうか、ね、約束を通すっていう意味合いから考えると、信じるという意味合いよりは相手の方に信じてもらえるように自分が振る舞ってということが大切なんだっていうことになるんです。約束を通すから考えますよね。そうすると、そう考えます、そういったことで考えますと、信仰とは約束を、信じてもらえるための行いをすること、信じてもらえるための行いをすることというふうに解釈した方が信仰ということにつながってくるんだろうと思います。信ずることは確かに大切だと思います。ですけど、信じてるだけではなくて、自分が相手から、まあ、仏様、お祖様もそうです。信じてもらえるような行いを日々の生活の中で努力するということが、信仰ということにつながってくるんだろうな。したがって、信と公の字、これを結びつけて、信仰とは、まあ、自分が誓願を立てる。で、誓いを立てた、高みを目指す、こちらになりますね。自分が誓いを立てたことに向けて、まっすぐに約束を通すことっていう解釈をした方がいいんだろう。ということになれば、信仰というのは、私たち、皆さんの方で、私たちと、仏様との約束、私たちと仏様の約束が信仰なんだと思うんです。それ、
それで先ほど申しましたように相手に信じてもらえる行いを一生懸命することによってその功徳が得られるんだっていう考え方でなくてはならない。単純にこちらが信じますよ信じますよではなくて、信じてもらえるための行いを日々の生活の中で積むということが功徳をいただけるということにつながってくるんだということになるわけです。で、私たちと仏様との約束。では、仏様っていう考え方で考えるならば、対人と人で考えたときに、実は先ほどのこういうものを持ってくるわけですね。このおかげさま。おかげさまでという感謝の言葉を表した方は、先ほど説明しました。おかげさまとは、神仏の助けであるというふうに、皆さんに話しさせていただきましたが、人も仏なわけです。ですから、人と人との関わりの中で、約束を通すことによって、やはり相手の方から信頼を受けて、その人がいろんなことをサポートしてくれたり、アドバイスをしてくれたり、時には支えになってくれたり、ということをしてくれるわけです。それが、口ばっかり信じてるって言ったのは、人と人で見たとき、それはなかなか通用しないわけですよね。自分がそういう努力、を続けることによって相手からの信頼を得て、一つのことが成し遂げられるという観点から考えれば、信仰とは単純に神仏への信仰を生むということではなくて、私たちが日々生きているこの生活の中にしっかりとこの信仰ということは生きているということにが言えるわけです。信仰とは仏様との約束である。信じることよりは信じてもらえるように努力することによって功徳が私たちは得られるんだという考え方で信仰を貫いていただきたいというふうに思うわけでございます。これがいろんな意味で、おかげさまにつながってくるということから考えれば、地音法音という、いわゆる音を法ずる行為の中に、信仰はしっかりと脈々と生きているんだというふうに思っていただければいいんじゃないかなというふうに思うわけです。最後になってきます。どうか、この時代、経済成長を得た日本という国に私たちはおかげさまで生まれました。恵まれた生活を送れることが当たり前の今、それに伴って本来強い絆であるとか、感謝に満ち溢れた親子や家族の在り方をもう一度見つめ直す機会に本日のこの私の話がなっていただければ本当にありがたいなというふうに思いますし、本日のお越しの皆様はじめ全ての人々がおかげさまの存在となりうることをせずにご祈念を申し上げて、講話を結びにさせていただきます。ちょっと戻りますけれども、